湘南が 5-1 の大勝で鳥栖を下して4年ぶりの開幕白星を挙げた。今季のハットトリック1号をプロで初という FW 大橋祐希26が決めた。開幕戦のハットトリックは6年の鹿島 FW 柳沢、川崎 F の FW ガナハイライ17年ぶり6人目という快挙となった。大橋は町野からいいボールが出てくるのは練習からでもあった。日本代表 FW 町野とのホットラインで2得点をマークした。今季は2桁ゴールを取ることが目標という26歳が最高のスタートだ。カウンターからの速攻がズバズバ当たった。前半3分にショートカウンターの流れから右足で先制。同36分にもカウンターから守備の背後に抜け出た町野からのパスを左足で決めた。最後の仕上げも飛び出しからだった。後半15分、町野が出した DF の間を抜いたスルーパスに反応。ゴールキーパーを1対1を冷静に右足で決めて3点目を決めた。わずか1試合で昨季の公式戦3ゴールに並んだ。町野よりも3歳年上だが、盗めるだけ盗もうと思っている。収めるところや前を向いてシュートを打つところ、スルーパスもすべてすごい。町野をお手本としてさらなるブレイクを狙う菊川浩一。